第二騎兵隊は、幕末期に、長州藩で結成された長州藩諸隊の一つ。総督は、山内梅三郎、清水美正香など。軍艦に、白井小助、寺修造、林藩七、大須鉄前など。文久三年六月、高杉晋作が身分を問わない、騎兵隊を創設すると、それに触発されて、現時元年五月、秋雄太郎らが、大島軍で、 新部隊を結成したが、軍資金不足などで活動不能に陥っていた。慶応元年1月に白井小助、セラ修造らが中心となって、この新部隊を再構、他の数隊が合流する形で部隊が編成された。結成地である、相訪地方が、長州半領の南東部に位置するため、北西部の長戸地方で結成された、騎兵隊との対象で、南騎兵隊と称された。 初代総督は白井小助、軍艦にはセラ修造がついた。室住村の普遍寺を頓所とし、農民、新官、僧侶、下級藩士などが多く参加、多体を吸収するなどして隊員は300名を超えた。岩木さんの第二騎兵隊本陣あ後同年3月、初隊を長州藩正規軍として公認することに伴って、整理統合され、第二騎兵隊と解消。 騎兵隊総督の山内梅三郎が、第二騎兵隊総督も兼務した。白井、セラは、軍艦となり、隊員数は100人に削減。本営も岩木山新五寺に移動した。翌慶応2年4月、幹部の立石孫一郎が、隊員の大部分を率いて脱走し、幕府の倉敷大官所及び、京都見回り役、牧田博隆の朝尾藩陣屋を襲撃する。その後、 高橋川川口において、幕府軍の銃撃を受けて改装、長州藩領へ逃げ返るが、立石以下脱走大使の多くが、反政府により処刑された。同年6月の第二次長州制抜において、大島が幕府軍に占領されると、高杉晋作率いる艦隊が、夜間奇襲により、幕府海軍を駆逐、セラ修造式下の第二騎兵隊らが上陸し、大島の奪還を果たした。 慶応3年、半軍の再編により王朝隊と合併して、県部隊となり、翌慶応4年に1月のとば、伏見の戦いに参加している。ありがとうございます。